皆さんこんにちは、俺たちのチャンネルのお時間です。シベジバンです。ティアンデイということで今回はですね、はい、前回嘘発見器使って質問コーナーやったんですけど、はい、やりましたね。質問の中で結構、まあ、はいか家で答えられない質問多かったんですよ。なんで今回それをピックアップして、はい、答えていこうかなと思って。そうですね、結構みんな質問くれたんでね、はい、その間にもいろいろ答えていきましょう。はい、ということで早速いきますね。最近キスしたのいつ？かっこ男女問わず。ちょっとね、そのタイで そういうお姉ちゃんとキスしちゃいました。ごちそうさまです。ごちそうさまですっていうね。ちょっとね、言うても26だから結構リアルな方になっちゃうね。そう、これリアルに答えますね。そう、正直にリスナーさんには正直に答えましょう。まあ1ヶ月前でした。ちょっとリアルだな。コラボしたい YouTuber さんベスト3教えてください。はい、じゃあそれではまず渋谷ジャパンさんからいきますか。はい、それではコラボしたい第3位は寿司ラーメンのリックさんです。リアル。リアル。リアルですね。全然まだ絡んだことも会ったこともないですけど、はい、企画というか動画が面白いなと思って。そうですね、それ間違いないですね。はい、それでは第2位はアバンティーズさんです。アバンティーズさん、はい、おしゃれなアバンティーさんってすごい、なんていうのかな、そう、ね、かっこよくておしゃれなグループみたいな。そうだね、女子高生とかにも人気があって、ああいうところに入りたい。憧れてる。憧れてます。それではコラボして第1位は。第1位はもちろんはじめしゃちょーさんです。おお、はい、これはね、やっぱり今一番日本一になりましたから。ああそうですね、 YouTube チャンネル登録者数が、はい、なんでね、やっぱりはじめしゃちょーさんと一緒に動画撮りたいなっていうのは夢ですね。なるほどなるほど、はい、じゃあ内藤がコラボしたい YouTuber 第3位はカズさん。いやで、カズさんってコラボしてるイメージでそんなないなと思って、もう自分たちとは想像できないんだけど、確かになんかそういうコラボをあんまりしてない方たちとコラボしたらなんか化学反応生まれるかなと。あ、確かに面白そう。内藤がコラボしたい YouTuber 第2位は、第2位は水溜りボンドです。コラボしてるんだけど、うん、あの時は登録者数とかが同じぐらいだったからコラボしたんですかって言うけど、うん、今グッといったでしょ。そうだね、確かに。なんか今の感じだとコラボちょっとできしにくくなっちゃってる部分があるから、俺たちも追いついて、うん、でその時にもう一回コラボしたいって、うん、あ確かに。じゃあ内藤がコラボしたい YouTuber 第1位は、第1位は瀬戸康史さんです。はい、やっぱためになるし、ガジェットが好きでためにもなるし、うん、面白いし、ああ確かにね。だからいつかはね、ちょっとお手合わせ願いたいなと思ってます。渋谷ジャパンさんに質問です。はい、生まれ変わるならどっちがいいですか。 A ゴリラ、 B 内藤くん。 A のゴリラ。ゴリラかーい。2人とも家で一人で暇な時何してますか。僕は最近漫画か、ウォーキングデッド、これを見てます。僕は最近スプラトゥーンですね。ああなるほどなるほど。全然上達しないです。もし母親にエロ本見つかったらどう言い訳しますか。僕は、はい、完全に YouTube の撮影のためです。僕リアルに一回ビデオバレたことありましたけど、これは友達にバレるといけないから預かっといてって言われたっていう。うまい言い訳じゃない。そういう言い訳をちゃんとしてるな。お二人は何フェチですか。僕は肌が白い子。僕は髪の毛ですね。ショートカットのボブっぽい髪の毛が好きですね。サンサン。ちびまる子ちゃんみたいな。ちびピックアップ。今まで動画を撮ってきて一番大変だったことを教えてください。もう僕は一発ギャグ1日で100個使ってですね。地獄だったね。地獄で、よかったら見てくださいね。今までの腕毛を剃った回数は、あなたは剃っても剃ってもね、負けずに生えてきますから。僕はリアルに、まあ、3回ぐらい剃ってるかもしれない。で、気づいたわけでしょ、3回目に。あ、勝てねえって。剃っても無駄だってこと言うてたでしょ。内藤さん、タイに行く前よりもかっこよくなりましたよね。自分でも思いますか。そうだよね。昔の動画見返したことある。2人ともひどいよ、本当に。いつから腕毛伸ばしてますか。この地球上に誕生した時からです。腕毛により困ったことを当ててください。部屋の掃除をちょっと多めにしないといけない。あ、そう、毛がね、毛がやっぱり落ちちゃうから。そうだね、ただでさえなんか毛って落ちるじゃん。落ちる落ちる。その多分17倍ぐらい。17倍もかい。ということで、たくさんの、応募ありがとうございました。今回もね、正直にございましたからね、はい、どうも正直な質問から時々やっていきたいと思います。そうですね。それでは、ぜひまた次回お会いしましょう。バイバイ。はい、続いては YouTube のコメント欄にあった気になるコメントを読んでいきたいと思います。渋谷ジャパンさんと内藤さんはどんな関係なの。大学時代の同級生ですね。腕毛がもずく食ってたら服もず
ズク大好きです。